え、いっぱいじゃん。早く終わっちゃうよね。メニューがいろいろあるっていうのがいいね。買って食べたんですね。
そっか、うん、本当にこのままスタートするね。あ、おいしい、うまい。でもソーセージ良かった。うん、そう、なんか一個一個素材が美味しいけど、うん、極薄なのが珍しいね。そうですね、うん、そうですね、うん、お客さんがこうでなきゃっていうのがあるわけじゃん、うん、何百年だから分かんないけど、ね、そうですねだからラーメン丼のサイズ同じですかっていうの大体一緒じゃん。極端にちっちゃい音とかあんまない。これ美味しい。チーズはいらそうだな。シーフードだからチーズなんかいらないんだな。あ、おいしい。なんかさ、しょっぱいからさ、アンチョビ食べてるみたいな味になるね。そうそう、そうなの。アンチョビほど知らせてる匂いないじゃないですか。うん、結構食べやすいじゃないですか。うん、あ、しっかり来てるね。うん、うまい。マスカット、コルテーゼとモスカット。グラッパって、グラッパって総称のこと言うんですか？グラッパって、ブランデーと作り方一緒なんですけど、ブドウ、ワインつけてた後の絞ったブドウで作るブランデーのことをイタリアでグラッパ。これちょっとボトルが蛇口ついてるやつですね。蛇口から出なくなっちゃった。いや、いいっす、この感じがいいっす。ありがとうございます。いただきます。来ちゃいますよ、昼から。来ちゃいますよ、これ。あ、これうまいわ。やばいっすね。じゃあ、な不安定なコンテンツなのかな。4名様です。こっちの方が飲みやすいよな。こっちの方が飲みやすいよ。こっちの方が、あ、こっちの方がブランデー。これマスカットって感じするもんね。奥さんとよく来るんですか、富士美優。これやん、富士美優ってさ、なんかプロ向け、んプロ向けあのレビューを見るとプロ仕様だって書いてあるんだけど、あの温泉のマナーも分からねえやつが入ってくんだみたいなこと書いてある。あ、まあ、あの銭湯だから。なんかレビューがなんか江戸っ子で埋め尽くされたような。そうなんですか、うん、見たことない、うん、だったらルール教えてよって感じなんだけど、そう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 、教えないんだよ、そういう人そうっすよね。